あるマルクス・アウレリウスの記念柱。マルクス・アウレリウスの記念柱は、道理屋式園中に、螺旋状のレリーフが施されたもので、トライアヌスの記念柱に倣って、皇帝マルクス・アウレリウス・アントニヌスの栄誉を称えて、建設されたものである。今も、ローマの元々の場所に立っており、首相官邸である、キージ宮殿の前のコロンナ広場にある。当初の奉納の碑文は破壊されたため、 マルクス・アウレリウス帝の生前に建設されたのか、あるいは180年の死後に建設されたのかも、不明である。しかし、付近で発見された、金石文には193年に完成したことが、記されていた。当時のローマの地勢から見ると、この柱は、カンプス・マルティウスの北の方に立っていて、その場所は、広場の真ん中だった。この広場は、 ハドリアノス神殿とマルクス・アウレリウス神殿の間にあったか、あるいは校舎の聖域の中にあった。この場所の近くで校庭が仮装された。円柱本体の高さは29.60メートルで、高さ10メートルの土台に乗っており、もともとはさらに3メートルの高さの基礎がその下にあった。したがって、記念柱の全高は41.95メートルだった。 1589年に復元した際、3メートルの基礎部分は地面の下になった。円柱は27個か28個のカルダーラ山大理石のブロックで構成され、それぞれ直径3.7メートルで、内側は螺旋階段が掘られており、階段は全部で190段から200段ある。トライアノスの記念柱と同様、この階段はレリーフにある細いスリットから、 再興するようになっている。記念柱のアップ。内部の階段の明かり取り用のスリットが4箇所に見えている。打線状のレリーフは166年からマルクス・アウレリウス帝の死の直前まで行われたマルコマンに戦争の物語を描いたものである。描かれている物語の始まりは軍がドナウ川を渡る場面である。カルヌントゥム付近のことだとされている。 二度の遠征の間には、ウィクトリアが描かれている。描かれている事象が、時系列的に正確かどうかは、議論が分かれているが、最新の研究では、マルコマンに属徳アディ族に対する遠征は172年から173年にかけてのことで、記念柱の下半分に描かれており、上半分には174年から175年にかけてのサルマ大人との戦いでの勝利を描いていると、 いうのが定説である。クアディ族の領域に侵入して苦戦していたとき、皇帝が神に祈りを捧げるとそれに応えるように、嵐が起きて、ローマ軍を助けたという出来事も描かれているが、後に、キリスト教徒によってその神は、キリスト教の神だとされた。トライアヌスの記念柱と多くの点で似ているが、レリーフの様式は全く異なり、三世紀の劇的な様式の先駆者として、 直後に建設されたセプティミウス・セウェルスの外線門と密接に関連している。描かれている人物の頭部は不釣り合いに大きく、表情がわかりやすくなっている。トライアヌスの記念柱よりも彫刻の成功さは劣るが、彫りを深くすることで陰影を強くして見やすくしている。村は焼かれ、女子供は捕らえられて連行され、男たちは殺されるという場面で。 未開人たちの絶望と苦しみがそのシーンと人物の表情や動きで表現されており、一方で皇帝は主人公として周囲を取り仕切っているように描かれている。一見して不器用で2世紀前半のトライアヌスの記念柱の芸術的様式とは全く異なる印象を与えるが、記号言語としての意味はより明確で表現力が大きい。 トライアヌスの記念柱は冷静で落ち着いたバランスを保っているが、マルクス・アウレリウスの記念柱は劇的で感情的である。絵としての意味は明白である。帝国の優位性と権威が強調され、そのリーダーシップが正当化されている。全体として芸術様式の古典後期への進化を予感させ、3世紀に さらに悪化するローマ帝国の危機を芸術で表現した最初のものと言える。現在この記念柱は、キージ宮殿の前の広場の中心的存在となっている。復元について記した、秘文1589年、教皇シクストス五世の命によって、ドメニコ・フォンターナが復元した際、当時の地面の高さのままで復元したため、 高さ3メートルの基礎部分は地面のもとに隠されることになった。また、トライアヌスの記念柱にセーペトロ像を設置したのに続いて、1588年10月27日、こちらの記念柱の頂上にはセーパウロ像を設置した。この復元の際、フラミニア街道に面していた土台のレリーフが削り取られ、次のような碑文が刻まれた。この碑文では、 この記念柱をアントニヌスピウスの記念柱と取り違えているが、現在ではその記念柱は失われたことがわかっている。ありがとうございます。